はい、はい。はい。はい。じゃあ今始まったようですので。はい。皆さん、こんばんは。心似顔絵塾、塾長の中村剛でございます。そしてもう一人は。はい。田中貞之です。心似顔絵塾の首席講師を務めさせていただいております。はい。どうぞ今日もよろしくお願いします。今日はね、実は塾のない日で、あれですよね。まあ、ちょっと、そういう雨も降ってるから、少し喋り、おしゃべりでもしようかっていうぐらいで集まったという感じですね、二人ね。はい。第二金曜日っていうのは、中休みで。そうですね。ここで、あと3週、4週の金曜日のネタをこう考える、うん。なるほど。気にさせております。ああ、なるほど。この貴重な時間にね、はい、ちょっとおしゃべりをするということも、今後ね、増えてくるんじゃないかなというふうに思います。でね、まあ、いろいろ YouTube でこれ上げる動画なんですけれども、いろいろYouTube の中でもありますけれども、まあ、せっかくね、我々、もう多分長いこと似顔絵やってますよね。田中さん、もう何年ぐらいやってます？ 40、これ似顔絵のなんですか、うん、こう似顔絵の描き始めから、まあ、描き始めから、まあ、今に、まあ、年齢に至るぐらいまで、まあ、ずっと仕事じゃないにしても、やってたことやってましたもんね。13歳の時に初めて、賞らしきものをもらったのが13歳なんですよね。ああ、すごい。これ中学1年なので、うんうん、46年ぐらいですかね。ああ、なるほど。ね、今ね、13歳とおっしゃいましたよね。はい。岸君も私も13歳ですよ。あら。13歳に、僕はその賞とかそんなの一切ないんだけども、なんか思えば、先生の先生の顔ね、授業中一生懸命描いてたのが中学1年なんですよ。はい、ですから13歳。で授業中ね。うん、授業中、僕は授業中似顔絵師でしたので、そうすると、はいはい、今60歳なので47年。まあ、ずっとやってるわけじゃないんだけども、似顔絵を始めたのが13歳で、まあ47年やってますね。はい。二人合わせて何年ですか？合わせる意味があるんですか？合わせるのは意味ないけど、でもまあ。出てきました、これ。ああ、はいはい。あ、はい、その本知ってる。この本です。この本の、はい、この本のここに募集ページ、うん、うん、これを見て送ったんです。これ13歳の時なんです。これです。うんうん、見てください。あ、似顔絵を書いて送ろう。はがきで。うん、おー、それ、僕ね、その本持ってましたよ。これに応募して、中学生の部で優秀ってもらったんです。うんうん、すごい、早い。あ、そのね、桃江ちゃんの顔を覚えてますもん。千田光男でしょ、後ろ。はい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 。ね、当時の僕のこれはバイブル。ああ、はいはいはい。いやー、なんか懐かしい。当時だから、ね、桜田淳子、萩本欽一ね、うん、和田アキ子に千田光男。すごいな、懐かしい。それってちなみに誰が描いた似顔絵です？その表紙と書いてあるんですか？これはね、共著になってて。共著なんですね。うん、はい、何人だろう。田代為館さん。まあ、ペンネームですね。はいはいはい。国岡さなえさん、ゆうちみねこさん。はい。それと前田隆さん。へぇ。で、実はここに、ひろかねけんしさん、漫画の方が言う。すごい人。これが協力スタッフの中に名前を連ねています。はい、ああ、そうなんですか。すごい、はい、すごいお宝持ってますね、それ。もうこれがもう、もう似顔絵に火をつけた本ですね。うん、ああ、なるほど。何でもそうですよね。子どもの頃というか、その最初に出会ったものっていうのは相当インパクトありますよね。うん、はい、じゃあ、13歳から、田中さんに似顔絵を、まあ、でも、13歳にもう賞取ってんですもんね。うん、でも、そうです。何もらったかよく覚えてないんですけど、うん、はい、確か、その、受賞した作品を、印刷した小冊子みたいなものは送ってきましたね。うんうん、ああ、なるほどね。すごいや。はい、だけど、誰を書いたかなんて覚えてますか？海原千里マリ、うん、マリ。ああ、なるほど、なるほど、漫才。はい、海原千里マリとね、それが、はい、橋幸夫を書いたんですよ。橋幸夫、ああ、渋いとこ書きましたね。なんでこの2組を選んだのか、ちょっと、僕は覚えてないんですけど、とにかく、はいはい、この本の中で書き方が載ってたんですよね。うん、
で、それ見ながらこう自分でアレンジして背景に橋幸夫は後ろに菊の花を描いたのを覚えてます。はい、ああ、菊の花ですか。はい、なんで菊の花なんだ。なんで菊の花ですかね。わかんないですけど、うん、はい。で、その両方ともが賞を取ったってことですか。片方が取った。うん、どっちが取ったかちょっとよく分かんない。なるほどね。でも、どっちが一つ。橋幸夫がその小冊子に載ってたのは、間違いないですね。うんうん、あ、じゃあ、橋幸夫でさんで賞を取ったみたいな感じですかね、多分。46年前の橋幸夫ですから、まだね、30代になってます。うん。うんまあ、嬉しかったですね。これは嬉しいですよね。じゃあ、そもそもですよ、もう一つ突っ込んで聞けば、その本に興味を持ったのはなぜですか？たまたま、滋賀県です、私の生まれたのは。はい、そして、駅前に平和堂っていうスーパーがあるんですよね。名古屋にはないでしょ？あ、平和堂はないかもしれませんね。うん。洋華堂みたい。はいはいはい、はい。その平和堂の4階に本屋さんがあるんです。うんうんはい、で、いつも本屋さんで、なんか漫画とかの立ち読みをしてたんですけども、たまたまこの、実業の日本社が出て、はい、これが一冊だけポンってこう棚に刺さってたのかな。はい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 。でまあこのビジュアルにちょっと惹かれて、それを惹かれますね。でちょっとパパラッと広げたらですね、似顔絵の描き方が、はいはいはい、もう描き方というかもうすでに、うん、一部ありますね。あ、ありますねあります。ああなるほどね。森田健さん。はい、ああ森田健さん。ね。うん。涙が出そうでしょ、この岡崎。すごい。岡崎ゆき。何だったんで、18歳から。で、これを見て立ち読みして、で、これ、当時480円なんですよね。はい。ここに480円。はい、でも、僕は300円ぐらいしか小銭入れになくて、で、お小遣いとかもらえなかったので、当時は。必要なものがあれば、その都度言っておく。お金をもらうっていう感じだったんですけど、はいはい、300円しかなくて、うん、駅前から自宅まで自転車で10分ぐらいかかるんですけど、うんはい、一旦帰って、うん、で残りの180円を取りに帰って、うん、そしてまた平和堂に行って、うん、で買いましたこれ。あすごい、うん、でもうむさぼり読むっていうかむさぼり見る、うんうん、でなんて似顔絵っていうのは面白いんだろう、こんなふうにペン1本です、うん、こんなにそっくりに描けるんだって思って、うん、もう、うん、これな模写っていうんですかね、うん、見てもう一通り全部描きました。あすごいすごい、やっぱり模写っていうのはね、最初の勉強としてはすごく有効ですよね。うん、うん、それでこの本に載ってない人を書きたいなっていう気持ち、うん、だいぶ後なんですけど、あ、はいはい、全部書いたら、まあ、とりあえずそれで、うん、なんていうんでしょう、うん、興奮状態をこう、うん、収められるっていう、うん、あ、そうするとこのタッチで、この本に載ってるこのタッチで、うん、まだここに載ってない人を書きたいなっていう、ムラムラを待ってですね、うんうん、それでさっき塾長がおっしゃったように、うんうん、やっぱり授業中の先生の顔全部描こうっていう。ああ、はいはいはい、うん。そうです。まずこのタレント似顔絵大行進という本がきっかけで、似顔絵面白いなって。うん、そして、うんうん、ちょうどね、3年生になったら、卒業アルバムっていうもの、編集委員に選ばれたんですよ。うんうん、で、巻末に、まあ、編集員だからということで、お世話になった先生の似顔絵全部描いた、うん。はい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 。なるほど。これがすごく、職員室ですごく話題になって、これあんまり目立たない学生徒なのにみたいな、うん。うん。あ、そうなんですね。っていうことからちょっと味をしめ。なんかね、似顔絵ってね、そういうふうに、脚光を浴びるタイミングがあるんですよね。でも塾長だってそうじゃないですか、なんかやっぱりこう入り口の部分は。そうなんですね。僕の場合は有名人じゃないんですよ。最初から先生なんですね。最初から、うん、言ってみれば僕のようなちょっとハゲの先生がおりましてね。一番最初に書いた記憶にある先生がその野党先生なんですよ。
与党先生、はい、ちょっとね、厳しい先生でしたけど、頭つるっとして、まあ、髪の毛がここにだけにあるというような先生ですけど、それ書きやすいじゃないですか。それを書いた時に、周りの、生徒に見つかって、ものすごい笑われたんですよ。やっぱりハゲって強いですよね。この、頭の特徴としては。で、それを見て、最高のモチーフなんですよ。で、大受けして、あ、これ面白いぞ、ということで、もう先生とか、同級生とか、それをノートの 裏表紙とか、そういうものにどんどん書いてたんですよ。教科ごとのノートに、全部裏に先生を書いて、書いてましたね。そうしたら、ね、理科なら理科の先生を書く。そうです、そうです。理科のノートに、裏表紙には理科の先生の顔。国語の先生には国語の。っていうふうに、まあ、裏を見ると、何の教科かすぐ分かるぐらいの勢いで、全部書いてましたね。あ、僕もだ思い出しました。時間割、はい、時間割を全部似顔絵にしました。ああ、はい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 。だから、国語算数とか書かずに似顔絵でやってたから、それうん、そうそう、もう、月曜日から土曜日まで全部似顔絵で埋まってました。なるほどね。それね、うん、この間テレビで見た和田誠さんがそうでしたよ。はい、和田誠さんもそういうような時間割を似顔絵で書いて、それを同級生に配布したというか、持ってたらしいですから、すごいですよね。やっぱり似顔絵描ける人って、なんかちょっとそういったこのクラスメートのところに波及していきますよね。うんうん、クラスメートに波及するんですよ。何か似顔絵ってね、なんか独特な力があって、その、まあ、通常描いたいくら綺麗な絵でもそれ欲しいとは言えないじゃないですか、皆さんね。だけど似顔絵を描いて、そういうふうに例えば時間割に使おうとか、いろんなことに使うと、みんながそれをですね、なぜか使いたがるというか、面白がってくれるというところがすごく不思議な魅力を持った絵なんだろうなっていうふうに思いますね。うん、なのでもう我々もどんどんそこにこう魅了されていくというか、認められることが嬉しいんでしょうね、きっと子供は特に。そうなんです。授業中本当に僕はあまり目立ってなかったんですよね。で、得意なのが似顔絵と、もう一つはね、モノマネだったんですよ。ああ、はいはいはい。で、まだ声変わりするかしないかの頃なんですけども、うんうんうん、女の先生も男の先生も全部できたんですよ、うん、僕のまま。はいはいはい、すごいっす。放課後になったら、みんな僕がモノマネするの待ってるんですよね。うん、で、国語の先生、社会ですね、うんうん、みんなの廊下から、教室に入ってくるとこから始まるんですよ。僕は授業中ほとんど勉強しなくて、うん、先生の特徴ばっかり見ながらですね、先生の似顔絵を描きながら、その先生の特徴をつかんで、それを放課後でやるという、はいはい、うんうん、それになんか全力を投球するというか、うん、そんな生徒でしたね。もうじゃああれですよね、その特徴というものをもう絵でもやるし、自分のパフォーマンスでもやるというような、そんな二足のわらじ的な似顔師だったんですね。そうです、これ大学まで続きましたね。あ、だから特徴を捉えるのことが非常にうまいんですね、きっと。 うまいも何も特にうまいというか、トレーニングっていうかね、それをね、うん、特に勉強したわけじゃなくて、うん、もう勝手に頭の中に、パーッとこうね、残像とか、うん、その声が残ってるんですよね、耳の中。ああ、なるほどね。それを、こうなんか再現するだけなんだけど、うん、すごくウケるんですよね。ああ。じゃあ、あれですよね。結局、その、まあ、私も経験がありますけれども、そんなに目立たなかった子がですね、そういう似顔絵とかパフォーマンスね、をやることによって、周りから喜ばれることが嬉しかった。それは嬉しいですよ。嬉しいですよね。ずっと昼間電気が消えてるのに、夕方近くに放課後になって、僕のランプがもう点灯してくるくる回って。わかります。ね、本当に嬉しいんですよ。僕は、まあ、似顔絵以外に逆に剣道というやつやってたんですけども、でもまあそんなに強いわけじゃないですね。だけどもその似顔絵だけでは、勉強も得意じゃない。運動もさほど得意じゃない。だけど似顔絵だけではそのクラスの中でヒーローになれるんですよね、やっぱり。これは大きいですよ、子供にとって。お金かかんないしね。お金かかんないし、お金かかんない。
そうそう。で、誰々書いてよ、誰々書いてよ、みたいなこと言われるわけですわ。そうなんですよ。リクエストに答えられるんです。うん、そうなんですよ。これがね、で、それを見てまた喜んでもらえるということを、中学から始めて、これはね、こんな幼い頃から始まったことっていうのは、もう、はまっていくしかないですよね。その頃のノートとか残ってますか？それがね、残ってないんですよ、さすがに。今、田中さんが見せてくれたような、昔のものっていうのはほとんど残ってないものですから、頭の中にしかないんだけども、それでもやっぱり書いたことはですね、明確に覚えてるし、その嬉しかった記憶というのは、ずっと残ってきますよね。ゆえに、47年ですね、47年、46年というですね、とんでもない時間をですね、似顔絵に費やしてきて、今ですね、改めてなんかこう皆さんにお伝えする、その楽しさをお伝えするということを、なんかいつの間にか少しずつ仕事になってるということが、非常になんかね、誇らしいというか、嬉しいというか、そう思いませんかね。きっと塾長もそうじゃないかなと思うんですけど、はい。結構ね、30代、40代って遠回りしませんでした？はい。あ、すごい遠回りしてましたよ。デザイナーやってたし。うん、10年間ぐらい。塾長の、似顔絵は足元にあるんだけど、うん、どんな遠回りされましたか？私は、グラフィックデザインをやってましたので、その約10年間ぐらい、似顔絵を、片方に置いて、あるんですよ。ちょっと仕事はあるんですけど、メインをグラフィックデザインをやってましたので、似顔絵をほとんど、やらない時期もありました。仕事として。そういう時期もあったんですけれども、はい、実はまあ結構それが今の仕事には役立ってるっていうことはありますね。ですから、やってきたことは、全て一つも無駄はなくて、いろいろなその経緯はありますけれども、今の、仕事、今の似顔絵につながってるのは、寄り道をしてきたからかなというようなことはちょっと感じますね。だから、メインディッシュではないけども、やっぱり人物の顔を描くとかっていうのは、そのグラフィックデザインのお仕事の、うん、どっかにはそうやってちょっとこうくっついてたりはしたわけですよね。そうです。物事の特徴をつかむとか、この仕事の肝はどこであろうとか、多分そういうようなことを常に頭に入れて動いてたんでしょうね。ですから、あまり変な表現にならずに、常にその、ものの大切なところを拾いながらデザインをやってきた気がしますんでね、うん、そういうことはもしかしてつながってたのかもしれません。それがおいくつぐらいまでグラフィックの方は続いたんでしょうか？はい、私は30から40ぐらいですね。30から40ぐらいの間を比較的似顔絵というよりも、グラフィックデザインをメインに据えてやってた時期です。じゃあ十数年、約10年ぐらいは似顔絵がメインじゃなくて、サブの行事として、サブの活動として似顔絵はやってたんですけれども、メインじゃなかったですね。じゃあ、似顔絵にまたふっと呼び戻されるというか、そっちへまた引き込まれたのは何がきっかけだったんですか？それはですね、グラフィックデザインをやってた頃にですね、非常にやっぱりスタジオ撮影でディレクターでしたから、ずっとスタジオに入ってるんですよ。その時の、暇を持て余すんですね。あまりにも。時間が長すぎて。やることなくなってくる。最初は仕事やってたんですよ。でももうそれもやることなくなって、つい始めたのが似顔絵なんですよ。なんとなくこさこさこさっと、クライアントの社長を描いたり、カメラマン描いたり、いろんな人を描き始めるんです。そうしたら、中学の時の思い出がブワーですよ。めちゃくちゃウケるんですよ、似顔絵が。わかります、わかります。これだこれだ、これがね、しばらく封印していた気持ちがそこでブワーッとこう吹き出してきちゃって、これを仕事にしようかなというふうに思ったのが、その時期でしたね。はい。でもそれは趣味と仕事と今度はこう分けて考えたときに、これを仕事にしようかなっていうのは、もうすでにグラフィックデザインをやってらっしゃった。はい。で、これで食えるかなっていうことと同じ意味ですか？うん。これを、今度は仕事として、似顔絵を仕事として、企画して、なんとかしてこようと思ったのがその頃ですね。
似顔絵はなんとかな、しかもその頃もデザインができるもんだから、デザインと似顔絵を組み合わせることによって、いろんなことができるんじゃないかなというふうに感じたもんですから、今のですね、似顔絵クラブという、今は会社ですけども、当時は事業部を作って、活動を始めたというのが、その頃の話ですね。なるほど。ま、だから今、まあ、ドアラもそうなんですけども、はい、もうそうですね。オリンピックの選手の、うん、もう十分あれは輝かしい、うん、仕事の、数々ある中の一つですもんね、うん、はい、そうですね。じゃあですね、もうだいぶ時間もあれですので、一旦今日はですね、ここまでにしておいて、またこの続きをですね、次回で、撮影してみてはいかがでしょうかね。今度田中さんの仕事へのこの流れをですね、伺ってみたいと思いますので。これ終わんないですよ、終わんないです。でもね、あんまり長いとですね、見てる方も飽きちゃうので、そうですね、細切りにして、ちょっとずつ話すというようなことにしていきませんか。わかりました。はい。じゃあ、ひとまずですね、今日はこちらで終わりたいと思います。次はですね、田中さんがいかに似顔絵に、寄り道をしてハマっていくかという話から始めてみたいと思います。じゃあ今日はこれで、はい、終わります。ありがとうございました。さよなら。失礼します。はい、失礼します。